はい、どうも、こんにちは。今回はまた Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回は、今見てるように 確か、レイチェルの病室にお見舞いした後、レイチェルからお願いで、このね、ちょっと待って、今、いいとこになったけど、レイチェルがやっぱりさ、本当のお母さんであるこのセラに会いたいっつってさ、そう、会いたいっつって、セラに会わせてくれっていう話になった。で、そこでこのお父さんがこのセラとつながっているデイモンとつながってるから そう、お父さんを利用できないかってことで、今お父さんの部屋に入らせてもらってんのよ。そのやべ、レイチェルから窓には触んない方がいいな。鍵とか教えてもらってさ、そう入ってて、今携帯でお父さん、レイチェルのお父さんのふりをして、今クロエがこのあのね、このデイモンとやり取りしてる。そう、今そういうとこやっていこう。わす、これ前回もね、聞いちゃったんだけど、ちょっと戻ってるから、続きからやっていくわ。ここら辺り、これ選んだよな、確か。誰の顔してる？お前の問題を自分だけで解決できるなら別だがな。ここであれなんだよ。証拠がいるっつって。そう。誰がデイモンのことチクったか、そうそうどっそうかにそう。情報あるかな。意外と戻されなかった。俺もっと戻デイさモれるンと思っのてたことから。下にタレコミ屋がいるってことだよな。この部屋に何か情報がないか調べてみよう。調べてみようか。これは見たかな、多分前回。告発、これだけ告発するなんだよな。他のやつなんか情報を見るなのにさ。これ調べた後告発ってことかな？じゃあ。フランクがデイモンを売るとかありえないな。前科は不退去罪だけか。このフランク証の拠。写真、見栄え悪いな。あれか、フランク・バーズ、フランク・フランキー・フランキー・ビー。あ、別名ね。フランク・フランキー・フランキー・ビーじゃないんだ。タトゥー不明、薬物売買、不退去の疑いで2006年5月23日から5月25日まで。短いな。まあ、フランクじゃないでしょ。フランクは、そんな悪いやつじゃないし。こいつ工場で絡んできたやつだ。協力的？テイモンが知ったらなんて言うかね。覚えてんの、これ。絡んできたやつとあれだよな。多分なんか変なシャツ着てたやつだよな。このフランクが止めてくれたやつ。オリバー・ルサフォード。これ、警監察官か。非保護者、シェルバイク。逮捕歴ありますか？いいえ。雇用先同じ。シフトリーダー。非常に協力的。チェックインミスだし。でもなんか、デイモンが知ったらなんて言うかなって言ったよな。こいつ工場で絡んできたやつだ。協力的？テイモンが知ったらなんて言うかね。誰だよ。名前がわかんねえ。保護観察官、監察官ってだってあれでしょ。非保護者かな？シェルドン・パイクかな？じゃあ、あと、ここにもあるんだよね。今後の捜査に協力？それってタレコミも含まれるのか？ジェラルド・ストック。被告人である私は可否を申し立てる。有罪。わかんな。なんか思ってたより情報少ねえな。もっと情報来ると思ったのにな。どこだ？これ、ちなみに告発するはどうなってんだ？どうしよう。適当に選ぶわけにもいかないし、慎重にならないと。この3人か。サンダー、T シャツ売り。T シャツ売りだね。サンダー。これがあれだよか、あれだよな、多分。邪魔だな、いっぱいあって。シェルドンってやつが多分俺と、あれだよな、ぶつかってきたやつだよな。証拠品を証明して、これ、武漢誰か、誰が垂れ込んだのかも教えろ。お前の問題は自分、見つけるのがお前の仕事。証拠あるもんな、でも。サンダーって誰だ、これ。工場に入れてくれたし、いいやつなのに。こいつはいいやつだよ、絶対。T シャツよりは。ファイアウォークの T シャツ売ってたやつだ。こいつ怪しいな、やっぱな、シェルドン。デイモンの言ってるタレコミ屋はこいつのことか。
こいつ怪しいよな。怪しいっていうか怪しくなくてもそいつにしたいわ、もはや。もう一回見たら変わんのかな。フランクがデイモンを売るとかありえないな。前科は不退去罪だけか。こいつ工場で絡んできた。あ、これはシェルドンだな。そうだね、協力的シェルドンかな。じゃあ知ったらなんて言うかね。言うてこういうパートってそんな難しくされてないんだよ。だからこのクロエの反応的に今後の捜査に協力。ゼラルド・スコット、ゼラルド・スコットってタレコミも含まれるのか。ああ、そっか、そういうことか。ちょっと待って、今後の捜査に協力、それってたってタレコミも含まれるのか。私は本件に関する将来の事件について裁判に協力することに同意します。制限されないことを理解します。ゼラルド・スコット、ゼラルド・スコットか。あ、そっか、お父さんジェームズか。スコットか。こいつスコットかな。こいつスコットか分かんねえもんな、こいつが。じゃあもうこいつでよくない。じゃあこいつがスコットか分かんないもんな。じゃあお前犠牲になってもらおうかな。シェルドン・パイクだ。クソ、ほんとか。確かに大した仲じゃねえが、舐めた真似しやがって。後悔させてやる。よくやった。あとは報酬の受け渡しだな。金を持ってる証拠を見せろ。その後に待ち合わせる場所を教える。金ってなんだよ。いくらだってあれだもんな。いくらだって聞いてもこっちは金持ってる前提だからさ。まあいくらだ。俺から盗んだ金を全額だ。その金もう用意してあんだよな。あるとしたらどこだ。で、この小切って使えないの。これ小切って使えない。無理か。全部セラからの手紙。違うな。ジェームズがレイチェルに渡してない。おがくず。この後ここに何かを隠したのか。お、鋭いね。ちょっと他ないか。なさそうだな。これ行こうか。金持って俺が行っていいのかな。思ったより奥深いな。ある、クロエ。あ、あるね。大金だね。マジかよ、めちゃくちゃ大金じゃん。それ何ドル。それ何枚ある。あれ、それは普通に大した額じゃないか。意外といいだろう。女は今こんな感じだ。どんな感じだ。セラだ。工場にいるのか。あ、セラ、あの野郎何する気だ。最終決戦だな、これ多分。金を持ってこい。終わらせよ。彼女を話せ。博士。博士出身生。落ち着いたか。これだから仕事は玄関口にこいつの下を置いていってもいいぜ。いいから金を持ってこい。話はするから。まあまあそうだよな、普通に考えたら。ジェームズ、あんた何やってんだよ。まあ、パパね。時間があるよな。デイモンは金を手に入れるまでセラには何もしないと思うけど。いや、それも甘いよ。くそ、急がなきゃやばい。場所分かってんの。手が、はい。エリオット、え、お前てか、なんでいるんだよ。本当だよ、なんでいいんだよお前は。こっちのセリフだ。パパかと思ったぞ一瞬。レイチェルの家だぞ。はあ、こいつつけてきたのか。おい、ストーカーやめろ。ストーカー、おい。まあ、レイチェルに言われてたしな。別に関係ないだろ。そのレイチェルに言われて。またレイチェル、どうしちゃったんだよ。何が。そっちこそ。本当だよ、ストーカーじゃんこいつ。やめてくれや。気持ち悪いよお前。帰れ。待って、それは勝
手に触んなよ。頼むから首突っ込まないでくれ。なんだよそれ。なあ、一体どうなってるんだ。ほっといてくれ。なんでだよ。帰れよお前。ちゃんと説明してくれよ。なんだこいつ、きめえな。かかってくんじゃねえよバカがよ。一刻はもう一刻争うよ。一刻だよマジ。国境線だよもはや。レイチの母親、まあもう母親のこと言っちゃおうか。詳しくは言えないけど、レイチェルの親のことだ。こういう時ちゃんと言わないとあれじゃん。しつこいじゃんこういうバカって。ケンジの家に不法侵入していいのかよ。それにこれは。もう聞くなよバカがよ。察しろよバカがよ。関わんじゃねえよ貴様。君はレイチェルに騙されてるんだ。いい加減あいつの本性に気づけよ。なんだこいつ、好きなだけだろお前。キモオタがよ、かかんじゃねえよ。ダメだ。今日は言わせてもらう。レイチェルのせいで災難続きだな。ほらもうレイチェル話そうとしてるもん。分かったようなこと言うな。俺がレイチェルのこと好きだからさ。ライブの夜のこと覚えてるか。なんだお前、しゃべんじゃねえよ。巻き込まれて助けてくれたんだよお前バカがよ。レイチェルは助けてくれた。うん、適当なこと言うな。知らないやつだよ。そう思ってるだけだ。こいつ嫌いなんだけど。そういう言い方する。帰れよお前。まるでレイチェル。次の日は二人で授業をサボって、なぜか彼女はおとがめなし。何こいつ。君は退学。お前さ、あのねお前ね、考えてほしい。お前さ、なんかレイチェルと話すためにさ、今レイチェルのこと悪く言ってるけど、それ逆効果だからな、言っとくけど、そんなバカなことすんじゃねえよ。いや俺は死ねえよそんなバカなことは。普通の人死ねえよ。お前だってお前レイチェルのこと好きな、レイチェルってそんな悪いやつなのっつって離れるわけないだろうお前。お前のこと大して好きでもねえのにさ。お前のこと嫌いになるだけだわ。頭悪いわお前。かばってくれた。まあ、かばってくれたよ。それは違う。うん、レイチェルは正直に私をかばってくれた。そう、何も知らないくせに喋んじゃねえよお前。うるせえよ、何がわかんの。しかも嫌がる君を無理やり舞台に引っ張り上げて。気持ち悪いこいつ。ちょっとキモオタが悪かったよ。約束すっぽかしたことは話しかけてくれ。そうじゃない、いい加減にしろよ。頼むからちょっと黙れ。僕はずっと黙ってた。お前さ、それで好かれると思うなよマジで。レイチェルは女優なんだ。舞台から降りても仮面をかぶってる。いいじゃん別に。騙されてんなら騙されてるでいいよ別に。レイチェルに操られちゃダメだエリオット。騙されてるなら騙されてるでいいから別に。全部自分の意思でやってて。そう、そう考えてみなよ。学校にも行かず犯罪者とつるんで。それは黒いのデフォルトだもん。どうかしてる。不法侵入以外はデフォルトじゃん。君が刺されてたかもしれないんだ。そんなことになったらストーカーかよって言えないし。お前ね、ストーカーにストーカーかよって言ったらね、ストーカーって切れるのよ。うん、これね、あのね、ストーカーとかにそのアイドルとか追っかけてるやつに気持ち悪いとか言ったら多分急にこのハッハッつって切れるから、これそこはねちょっとやっぱここは心配かけて悪かったっつってこいつ一旦話す。もうそういうスタイルで言った方がいい。絶対ストーカーかよ。なんかそのこういうね頭悪い人を逆上させるのは良くないから、ここはお見に行こう。お見に行こう。帰れ帰れ。心配かけたよ。帰れ帰れ。君は分かってない。帰れ帰れ。じゃエリオット、僕は君が大事なんだ。ああ、でもレイチェルはそう思ってないんだって。そりゃそうだろう。何が言いたいんだよ。僕をないがしろにするな。レイチェルにはもう。何こいつ。構うな。もう何こいつ。もうなんかやだ、気持ち悪いこいつ。関わりたくねえ。こんな人間になるなよ。俺ともどもみんなもこんな人間になるなよ。落ち着かせる。まあまあまあ、もう落ち着かせよ。じゃあ頼む、エリオット、落ち着いてくれ。なんで分かってくれない。お前さ、器物破損じゃん。
で、それ器物遊んだからって、お前、おい、もうお前が侵入したと思わせるぞ。だからやばい、話が通じない。エリオットに気づかれないように。行くぞお前、久々の、忘れてたこの機能。僕がクロエを支えたんだ。マックスもお父さんもいなくなった時、僕だけが。相手のキーワードを取る。オッケー。とことん話し合おう。僕の言うことを分かってもらえれば。もうやばいやつ多い。もうマックスのあれと一緒だな、先生と。マックスパートの先生と一緒だわ。やべえやつが多いわ。声元漏れるかい。分かったよ、話し合おう。もう黒い美人だけどやめてくれない。相手の言葉、う、懐かしい、ありがとう俺が久々にやったからさ、あれだわ、説明してくれた。関連した言葉で言い返す。あ、でもこれ1回しか、相手1回見せたら負けるな。これ、ここで何してた、話してくれ。何してた。ここってアンバー家のこと、正確な情報。ここはケンジの家。分かった、話すよ。でもここはケンジの家だ。そう、単純ね、ちゃんとね。戻ってくる前に出ないとまずいと思う。平気だ、レイチェルと病院にいる。当分帰ってこない。不法侵入に突っ込んだくせに。はい、してるのか、集中しろ。分かってるのか、何をしてるか。レイチェルは危険だ、レイチェルは危険だ。レイチェルは何期なんて分かんねえ。その通りだよ、認めたくないけど。あ、そっか、私に危機が迫ってるのは確かだ。通報と絡めないといけないんだ。よかった、分かってくれたね。助けたいだけなんだ。気持ち悪いよ。助けてくれ。そうだ、私はずっと助けを。これで警官を呼ぶんだ、警官に。早くって。大丈夫だよ、僕はどこにも逃げないから。逃げない、逃げない、逃げ道がない。逃げ道を塞がれてるんだ。勝った。この状況から早く解放されたい。よく正直に言ってくれたね。でもこれ今も会話できてなくない。僕は君の味方だ。これ会話できてなくない。何があっても。あー、助けて、助けて警官。位置情報をオンにしてる、携帯。警察だ。落ち着いて。あ、ここにいる理由を聞かれるだけだ、大丈夫。俺が通報したからな。どうすんの。僕が話すから。クロエは心配しなくてもいいよ。でも 声が入ってるからね、お互いの声が。そのありがとな。お前が犯人かってなるでしょ、声的に。ええ、どういうこと、どういうことこれ。かっこいい。今成功か、あれ。不法侵入なすりつけたってことか。ちょっとうるさい、ちょっと待って、 BGM うるさいぞ。もう俺だけ下げるわ、ごめん。俺だけ下げるわ、ごめん。ちょっとうるせえ。飛ばすね、ちゃんと右側守ってね。最終決戦だな、これで。危なっ。どうも油断してた、ごめん。俺も油断してたわ今。どうした、どうした、え、どうした。まるで別世界だ。ああ、火事ね。レイチェルの怒りが爆発したせいで。そっか、初めて病に登ったのか。レイチェルを
騙してた。お父さんね。今だって騙してる。完璧な父親なんていないよ。パパ。していいことと悪いことがある。パパそんなもんナチュラルに出てくんの？もう。クロエを守るためなら何でもしたさ。世界歪んでないのに。ねえパパ。うん？あ、てかそういうことか。さっきのトラック幻覚なんだ。じゃあ多分だってパパが死んだのも確かトラックだったもんね。パパがあの事故を起こしたのも、だから幻覚かな。私に嘘ついたことある？ママにあげた手作りの灰皿を褒めてくれた時とかじゃなくてさ、うん、もっとその大きな嘘をついたこと。どこ？私が傷つくようなこと。どう思う？まあ、誰だって嘘をつくとそういうぐらい寛容なね心で多分お父さんを受け入れてくれてる。誰だって嘘をつくことはあると思う。私もママに隠してることいっぱいあるし、うん、だからパパにもあったと思う。パパを嫌いになるか？どんな嘘かによる。ちょっとなるかも。ならないよ。まあならないよと言いたいとこだけど、まあまあ正直に行こうや。どんな嘘かによると思う。そこが難しいところだ。おたげよ。パパはクロエに嫌われるのが怖い、うん、嫌われないためならきっと嘘だってついただろう。うん、まあまあありえるよな人間。質問の答え本当に聞きたいかい？いやここは踏み込もう。せっかくなら聞かせてよ。残念だが無理だ。パパは死んじゃってるからね。復活してよ。ああ幻覚ね。パパ。知らない方がいいのかも。知らない方がいいのかも。多分。こうやってこっちの方が前向けるから。思い出の中のパパは完璧だ。来んじゃねえよ。それがパパの特権だよ。あ、いいな。ダメ。曲を決めるのは私だから。いや、めっちゃあれだな。パパ近くなったな、急に。よりリアルになったよな、なんか幻覚が。あ、でもパパいるし。ミチェルのためにデイモンのとこ乗り込むとか正気か。やばいだろ。クソやばい。パパがいてよかった。パパ消えて欲しくないのか？いや、付き合ってよ。何このリアルになってる。パパが見ててほしい。私も本気よね。パパがリアルになってる。前よりうるせえな。調整ミスってんねんて。だから BGM と声を。あ、終わろう。ここちょうどいいわ。ありがとう、助かった。次行ったら終わるわ。始まったら終わる。はい、ってなわけで、ここで一旦切るわ。じゃあ、あざした。